ビデックスコミック、どんなジャンルがあるんだろう。早速見てみよう。無料、新刊、完結、バトル、格闘、アクション、ファンタジー、幻想、アニメ化、実写化、ヒューマンドラマ、スポーツ、エッセイ、日常、ほのぼの。ヒューマンドラマにしてみようかな。釣りバカ放浪記、無国籍企業、ブルースを聞かせて、ブレインダメージ。ブレインって脳かな。まあ本もっていうか音楽もそうだけど、何を好きでコレクションにしてるかっていうのは秘密を知られるみたいでねえ、今こうやってじゃあ何かを選んで、これが面白そうって選んでみるのって、私の中のなんか何かをこうさらけ出すみたいなやつ。サレズマってなんか聞いたことある？サレズマ復讐、リベンジゲーム。でも一番ね気になったのヒューマンドラマのカテゴリーに入ってるシャンシャンバーミツコ、御年90歳っていうのが面白そうなんで、ちょっと見てみたいと思います。ジヨミ、シャンシャンバーミツコ、御年90歳。すごいね、90歳、すごい。ん、第1話、私がシャンシャンバーミツコ対。第2話、ミツコ初めての介護認定。第3話、ミツコ初めての ATM。 第4話、余命日の思い出。第5話、シャンシャンバーフォーエバー面白。娘安子が55歳だって、シャンシャンバーの。だいぶお年ですね。うちのお母さん、私53で、うちのお母さんまだ70代ですけど。その子は、その名は美津子。旦那さんが亡くなってから自由を手にして、元気なおばあちゃん。なんかでもあれですよね、これも勝手な固定概念かもしれないけど、奥さんが先に亡くなられたおじいちゃんの方が元気ないですよね。なんかおじいちゃん先に亡くなられたおばあちゃんたちってなんかすごい元気なイメージが。これもね、人によるんでしょうけど。4コマなんだ。これ見やすいかも。私よりちょっと上のババアのなんかこうあれですよね、日常みたいのを切り取ったものを見たいんでしょうかね。これ面白そうです。なんか全部読んでみたいと思います。行ってきます。